僕が中学校の頃なんですけど、というより、これ見てる人ってサブカル好きなんですかね？漫画とか読むんですかね？つか、俺さっき漫画全部捨てろって言ったんですけど、いや、とんでもないこと言いましたね。面白い漫画は取っておこう。漫画で、僕昔から漫画大好きで、すごい買いまくってたんですね。でも、家の部屋のすごい大きい本棚を僕持ってたんですけど、それがパンパンになるぐらい漫画買っても、まだ足りないぐらい漫画買ってて、逆にジャンプとか雑誌は一切買わないんですよ。読みたくない漫画はいらないんで。で、買って、で、本も、ほぼほぼ、セットじゃないと、ちょっと気になりすぎて嫌なんで、だいたい全巻セットの漫画を買って一気に読むっていうのが好きだったんですけど。で、中学ぐらいの時ですかね、中2ぐらいかな。まあまあ、その GTO とか、あと、秘密とか、稲中卓球部、あとは、まあ、こち亀とか。まあ、皆さんご存知の漫画を、その時流行ってたね、漫画とかを、まあ、買って読んだりっていうのを知ったんですけど。やっぱりね、ちょっとまあ、子供向けの漫画じゃないですか、ああいうのって。ただ、その頃に、そのサブカルチャーっていうジャンルが、まだサブカルチャーだった頃。今、サブカルってもうなんか、あまりサブカル感ないっていうか、もうみんなに行き渡っちゃったっていうか、その面白さが。っていうのがあって、最近はちょっとサブカルチャーっていう言葉自体がもう古いんじゃないかなっていう感じもするんですけど、その時は多分、中学生だから、10年ぐらい前、10年前じゃないな、15年前とかですかね、に、まあ、サブカルチャーっていうコーナーが本屋さんにあって、でそこはまあちょっと大きめの大判コミックっていうんですけど、読み切りのやつですね。でガロとか今アックスですけどの、ああいう本をもう中学ぐらいで僕読んでたんですよ。だやっぱそれは柘植義晴とか水木しげるとかの影響で、まあ、流れ着いたんですけど、ただなかなか手出しづらいんですよね、高くて。普通のコミックってだいたい400円とかで買えたんだよな。420円とか。あとは、まあ、全巻セットで3000円とか、中古でね。で、そういう買い方をしてたんで、そのサブカルチャーのその読み切りの漫画っていうのがやっぱ基本的に高いんですよね。1冊1200円とか、1300円。今、この年齢だったらもう普通に買えるんですけど、やっぱ中学生の小遣いで買うにはちょっと高い。ちょっと高いような金額。1000円ちょっと。1000円ちょっとあったらだって、まあ、ちっちゃいコミックが2冊、2、3冊買えたりするわけですから、それを考えると、やっぱり高い本ではある。でですね、僕仙台出身っていうか、仙台に住んでた人間で、その時仙台駅に、なんだっけあれ、イービンズっていうのがあって、今もあるんですけど、そのイービンズの上の階、一番上だったかな、上か2番目だったかな、本屋さんがあって、結構マニアックな、まあまあマニアックな漫画がいろいろ置いてありまして、で、サブカルのコーナーはいつも気になるんですけど、その金銭的な問題で買う買わないにいつも悩んでたんですけど、その時は、ちょっと一冊どうしてもなんか欲しくなった本があって、それが籠慎太郎先生の駅前花嫁っていう、まあまあ有名な漫画一冊なんですけど、これがですね、めちゃくちゃ表紙がグロくて気持ち悪くて、でもなんかこう引きつけられる。そしてそもそも駅前花嫁って何なんだよって、花嫁って何なんだよ、駅前って何なんだよ、籠慎太郎って誰だよみたいな。でもとにかく表紙が魅力的ですごくかっこよくて、とにかく読みたいって言って、その日は買わなかったんですよ。ただその駅前花嫁っていうその単語と、籠慎太郎っていう名前と、そのすごいおしゃれな、なんか紙質もすごい表紙、
がずっと気になって、帰り道も気になって、家に着いても気になって、ああどうしても見たい、何が書かれてるんだっつって、結局、まあ、その次に買ったんですけど、僕はその時買ったのが駅前花嫁と大葬儀、この2冊が俺が未だに鹿児島太郎先生の作品の中ではトップ2だと思ってるんですけど、とにかくね、すごい、すごいっていうか、見たことがない、感じたことがない、でもなんかすごく頭いいんだろうなっていうような、なんかまずよくできすぎてるというか、なんか駅前何々っていう風な、何も何があったか覚えてないけど、駅前花嫁とか駅前なんとかっていう、なんかこう短編なんですけど、そうシリーズものみたいになってて、で駅前で迷路、駅前迷路とかそういう風にあるんですけど、それだと全部の話が迷路になってて、そのなんか迷路の世界の話になるんですけど、後半そのもう吹き出しとかが迷路になったりとか、なんかすごく凝った作りをするんですよね、あの鹿児島太郎先生で。誰かでその帯、どの本か忘れたけど、帯の中で他の漫画家先生がこう鹿児島太郎先生を評価するときに、この人の脳みそが見てみたいっていうような、そんな文章を寄贈してた人、そんな言葉を寄贈してた人もいて、それぐらいちょっとなんか通常の人間が理解できないようなことを漫画化するっていうような、すごい人だなって。でかなり気持ち、かなりグロテスクな、まあ内容でグロテスクな絵ではあるんですけど、なんかその気持ち悪さがまあ美しいというか、ついつい見入ってしまうような作品を描く先生なんですけど、実はですね、もう先生は覚えてないと思うんですけど、実はちょっとだけ僕はつながりがありまして、つながりっていうほどでもないんですけど、まあ当時その中学2年生ですかね、あのホームページを作るのがあのクラスとかで流行ってて、クラスっていうか友達同士の中で流行ってて、その自分のホームページを作って、そのみんなで遊びに行くとか、足跡つけたりコメントつけたり荒らしたりっていうのをする遊び場になってて、だからみんな結構ホームページを自分で作って、なんか掲示板とかやったりするんですけど、まあまあ大体仲間同士で、今みたいにこう世界中の人とつながるとかいうわけじゃなくて、そのホームページを作って友達同士で遊びに行くみたいな、まあ、ただチャットでもないんですけど、ちょっとなんか名前残したりして昨日見たよみたいな、そんな感じのやり取りをする場として、みんなホームページを作ってるっていう、作るっていう遊びが流行ったんです。で僕も作ってみて、自分のホームページで、自分のホームページを作って、でなんて怒涛の天才だから、怒涛のなんとかっていうタイトルのホームページ作って、でまあ友達が遊びに来たりとかで、俺ときめも2好きだったんで、ときめも2って話をしたら、なんか全然知らない人がときめも2のキャラをの絵をなんか描いてくれたりして、多分それは友達でもなくどっかのオタクさんが描いてくれて、すごい絵うまくて、そういうなんかちょっと面白いなっていう感じでやってて、でリンクっていうのがもう今でもありますけど、リンクを貼るっていうのがありまして、で僕もなんかその、まあ、友達のそのバナーとかも友達と作ったりして、でそれを貼って、ほんまあなんか LINE の登録じゃないですけど、その友達の登録しようみたいな、そのバナーでこの何々の友達みたいな感じでやってて、でなんでそんなことをしたのかわからないんですけど、俺鹿児島太郎先生のインドで乱数っていう、今あるのかな、最近見てないですけど、ホームページがあって、公式の鹿児島太郎先生の、そこで鹿児島太郎先生、いや今思うともうバカみたいな話ですけど、鹿児島太郎先生の公式のホームページに行って直接メール送ってるんですよね。これもうバカだと思いますね、あの漫画家の先生に対して。であれですよ、あの多分すごい漫画好きですとかも書いてないんですよね。あのリンク貼らせてもらっていいですかつって、よかったら
僕のも貼ってくださいみたいなことを送ってるんですよ、漫画家の先生に。バカですよね、俺。何考えてんだろうって今になったら、そんな恐れ多いこと。で、加護慎太郎先生のホームページで、加護慎太郎先生に直接そのメールを送って、帰ってきたんですよね。加護って書いてあって。で、なんか、なんて書いてあったかわかんないんですけど、そんなに長い文章ではなかったんですけど、なんか、よろしくお願いします。リンク貼らせてもらいましたって言って、俺の、その中学生のクソ面白くもない、しょうもないホームページのリンクをわざわざ貼ってくれたんですよ。そのインドで乱数のリンクに。その時は全然リンクもなくて他に。結構目立ったんですよね。10個もなかったと思うんですよね。5個とか。その中の一つに僕入れてもらって。で、なんか僕が結局ホームページ飽きて、やめちゃったんで、もうとっくにリンク切れでもうない、消滅してると思うんですけど。いや、あの時、加護慎太郎先生からこうね、メールみたいなのもらって。いや、今、でも当時もまあ、結構有名な人ではあったんですけど、今ほど大々的ってものすごく有名、まあ言っちゃ悪いです、ではなかったと思うんですけど。まだ、大型新人ぐらいの感じだったと思うんですけど、もう今になったら今はもうものすごいもう超有名人ですけど、いや、あれはすごかったなぁ。なんで、失礼なやつっすよね、俺ほんと。まあ、覚えてはいないと思いますけど、そういうのがありました。っていうお話ですね。あ、終わったかな。